おばさん、ひー、暴力やめてください。袋のネズミ。何言ってんだてめえ、被害者ぶってんじゃねえぞこれ。ひゃー。だからそういうのやめろっつってんの。まるで俺らが悪者みてえに見えるだろうが。まあ、絡んでいこうかじゃあ。お前ら、どんな事情があるか知らねえが、女相手に恥ずかしくねえの。てめえには関係ねえだろ。こっちとらこのおばさんに教育してやらなきゃいけねえのよ。すっこんでな。そうはいかねえな。目の前で女が殴られるのは見過ごせねえ。まずはてめえからぶっ殺してやろうか。気絶してりゃ目の前で何が起きても関係ねえもんな。もしお前が俺に勝てればそうなるな。すかしてんじゃねえぞこら。町のチンピラ、何なんだこのおばちゃんは。竹村こいつは松岡よかった見つかって。サブストーリー、ひー、暴力はもう勘弁してくれ。騒がしくて悪かったな。あなたは私の命の恩人です。ありがとうございます。こちらはお礼ですわ。受け取ってくださいな。タフネスセットをもらった。ああ、でも命を救ってもらったんです。これだけじゃ足りないですね。もう十分だ。それだと私の気が済みません。ぜひともちゃんとしたお礼をしたいのですが、今からお時間ございませんでしょうか。ある。時間はあることはあるが。本当ですか？ありがとうございます。お礼をしようにもここではなんですし、ひとまず場所を移動してからお話しさせてくださいな。はい、どこ連れてくんだよ。ああ、ここ喫茶店か。怪しいな。怪しいな。なんだ。先ほどは本当にありがとうございました。申し遅れましたが、私、ネズと申します。ネズミ子か。ね、ああ、そういうことか。袋のネズミって。俺はキリュウだ。キリュウさん、ここまで移動していただきすみません。どうしてもちゃんとしたお礼がしたかったんです。それは構わないが、そのちゃんとしたお礼ってのは一体、そうでしたわね。こちらです。何？なんだこの缶は。アハハ水ですわ。アハハ水。この水を飲めばですね、血液がとってもサラサラになるんです。お肌もツヤツヤになりますし、この水でお料理なんかしたらもう最高に美味しくなるんですのよ。ほう？それはすごいな。最近偏った食生活ばかりだから体の方は心配でな。一人暮らしの男性の方だとそうなりますよね。わかります。キリュウさんは私の命の恩人ですからね。私勉強させていただきますわ。アハハ水、通常1ヶ月150万円のところ、100万円ポッキリでご提供させていただきます。え？金を取るのか？いいものにお金をかけるのは当然です。水を飲むだけで健康になれるんですのよ。水を飲むだけで健康に。ええ、需要競争にもいいのですよ。男性だとあっちの方の元気もビンビンだとか。血液サラサラ、お肌ツヤツヤ、元気もビンビン。ビンビンですのよ。アハハ水100万円で買っていただけますわよね。よし買おう。キリュウさんバカだから信じちゃうからすぐ。その水買った。そう言ってくださると思いましたわ。では代金と購入手続きをお願いいたしますわ。わかった。すぐ騙されちゃう。以上でお手続きは完了です。それでは後日キリュウさんの事務所までアハハ水1キ1ヶ月分をお届けいたしますね。あ、そうだ。先ほどお教えした通り、知り合いにアハハ水を紹介するのもお忘れなく、キリュウさんも儲けられますからね。そうか。楽しみだな。ふう、こんな素敵なお話ができてよかったです。これこそが私のお礼だったんですよ。なるほどな。
こんな美味しい話を教えてくれて感謝している。助けた甲斐があったってもんだぜ。飲み込みが早い方で助かりましたわ。それでは商品が届くのをお楽しみにしてくださいな。アハハ水、楽しみにしてるぜ。DHA 配合。いらっしゃいませ。今日も晴れ晴れ、てるてる坊やにようこそ。ここがテレクラか。あら、お客さん、当店に初めてのご来店でいらっしゃいますか？初めてだ。うん、お客さん、声渋いですね。俺の声がどうかしたのか。いやいや、すみません。テレクラでは声が重要なので、お客さん向いてますよ。声が重要？どういうことだ？あ、それじゃあ早速当店のシステムについてご説明させていただきやすね。テレクラ。テレクラは電話相手とシューティング仕立てで会話をしていくコミュニケーションゲームです。相手の女の子との会話を盛り上げて、直接会うデートの約束を取り付けられるよう頑張りましょう。電話待ち受け。まずは女の子と電話できる権利を勝ち取りましょう。電話がかかってくると同時にボタン入力が表示されます。うまく入力できると電話が無事につながり、女の子との会話に移行します。失敗すると再度電話を待つことになり、時間がどんどん経過していきますので注意しましょう。電話が繋がったら女の子との会話パートのスタートになります。画面に登場するセクシーな妄想に惑わされないように気をつけつつ、気流や女の子のコメントを参考にしながら女の子の機嫌が良くなりそうな会話を繰り広げましょう。会話は画面上に表示されているセリフブロックをダイヤルターゲットで狙ってテレフォンビームで打ち抜く形で進みます。全然何言ってかわんねえ。え？ダイヤルターゲットで狙い、テレフォンビームで打ち抜く。テレフォンビームは L でターゲットを移動させ、R を回してターゲットをすべて重鎮した後に R を離すことで発射されます。正しいセリフブロックを打ち抜くと会話が盛り上がり、女の子の機嫌が上昇します。反対に間違ったものを打ち抜くと会話が盛り下がり、機嫌は下がってしまいます。機嫌が下がりすぎると女の子に電話を切られてしまうこともあるので注意しましょう。またゲーム中に、長えな説明がよ。まだあんのこれ。すげえあんな。一回やってみましょう。うん。ええ。女性はいろいろな目的の方がいまして、刺激を求めてここに電話をかけてくる人もいれば、ただ話をしたい人、興味本位なだけの人もいます。男女がお互いの目的と一致する人を求めてテレクラに電話をかけてくるわけです。なるほどな。相手の目的を見極めることが重要というわけか。その通りです。お客さん、女心をよくご存知で、モテるんじゃないですか？いつもそうやって客を乗せているのか。そんなことないですよ。お客さん声もかっこいいですしね。ということで気を取り直しまして、今日も晴れ晴れテレテル坊やにようこそ。本日コースはいかがいたしましょう。ショートミドルロング、とりあえずショートにしとこうか。長すぎてもあれだもんな。それではごゆっくり、いい出会いがありますように。気合入れたな。気合入れたな、おい。やってやるぜ。本気。何事にも本気。かっこいいですよ。そうだ。雰囲気を褒めてみるか。ちょっと待って、意味がわかんない。なんだこれ。ああ、耳が届けそう。もらったな。ほうれん草だな。何それ。俺としてはやばい、惑わされる。ちょっと待って、緊張してる。ギンギンしてる。銀行強盗干潮してる。なんだよこれよ。あら。あ。何言ってるんだろ。もう変なこと聞かないでよ。あ、いたた。なんか聞いてみよう。チャイムピンポン、クラムチャウダー、
チャームポイント。お客様お時間になります。時間忘れた。時間忘れてやっちゃった今。なるほど、こういうゲームか。はい。じゃあこのちょっとてるてる坊やっていうとこ行ったんですけど、多分ちょっとセクシーすぎるんで、こうカットしました。ね、ちょっとやめときます。うん。乗せちゃおうかなと思ったけど、念のためやめとこう。うん、ちょっとセクシーすぎたわ。ここはなんかありそうだな。真島さんまだやり残しあるよな、多分。あ、やばい、行き止まりだ。あ、置いた。あった。隠れている男。おい、そこのあんた。ちょっとこっち来てくれへん？なんや、あの男。竜と呼ばれそうな男。来た来た来た。よかった。ふう、助かったわ。たく、どうしたんや。何か用か？って、おう。お前、下、裸やないか。ちょ、あんた、お願いがあるんやけど、そのズボン貸してくれへん？あ？あんたの履いとるそのズボンのことや。見てわかる通り、俺のボタン、刈られてしもうてな。困っとるんや。アホか。せやかて、なんで俺がお前にズボン渡せなあかんのや。やめろそのアングル。ええから貸してや。将来有望な若者がパンツ丸出しで外出られへんやろ。もう出てるわもう。アホか。お前にズボン貸したら俺がパンツ丸出しになるやろがい。しょうもな。くだらんのに話か声かけてもたわ。あ、こら。待ってやな。ズボン置いてってくれや。ふん。そんなに欲しければ力ずくで買ってみる。くそ。ええ、しゃあない。あんたのズボン、刈らせてもらうわ。全然恥ずかしそうじゃねえな、お前。大バッチュンか、お前。恥ずかしい格好になっちゃった。本当にすみませんでした。調子こいてました。ったく、なんなんや、お前。とりあえず、いろいろ説明しろや。俺、蒼天、北高のトールって言います。それがあんたに会うちょっと前に、ボンタン狩りに会うたんですわ。ボンタン狩り？なんや、そりゃ。あ、簡単に言うと、ボンタンっていうのは不良の間で着られとる学生服のズボンです。ああ、それくらい知っとるわ。で、ボンタン狩りチューンは、そのボンタン履いて生きっとる連中を襲って、戦利品にズボンを剥ぎ取っていくんですわ。追い剥ぎみたいなもんか。で、そいつにまんまと身ぐるみ剥がされたっちゅうわけか。まあ、せやけどしゃあないですわ。相手がまだアホみたいに異様な男で。異様な男？あいつは頭おかしいやつですわ。お前も頭おかしそうだけどな、俺からしたら。ごっついなりしていきなり後ろから不意打ち。ほんでその背中には、ほうほう、でっかいダイモン、背負っとったっちゅうわけか。ちっこいランドセル背負ってますね。ランドセル？小学校で背負う、あれか？せやから頭おかしいんですわ。あんなんいきなり襲われたら誰でも殺される思いますぜ。しかもそいつ、ここんとこ連日この界隈で派手に現れとるんです。このままやとさらに狩られるやつが出るかも。そういうことやったんかいな。なるほど。やっぱり時間の無駄やったな。俺にまるで関係ない話や。ちょ待ってえな。このまま俺のこと置いていくんでっか。ズボン取り返してきてもらえません？奴はマグタコ付近によく出没する言われてます。アンさんくらい強ければ取り戻せるはずや。頼ます。で、お前なんかの手助けなんぞせなあかんのや。断りや。そんな。しかしそのランドセルの男ってのはちょっと興味あるの。マグタコ付近にはいるんか。いや、隠れられてない。丸見えだから。もうちょい奥入っときや、その階段の下とか。マグタコ付近ね。ん？たこ焼き紅生姜。お、うまそうな匂いやな。ちょっと寄ってみようか。流行っとるなぁ。ええ店見つけたで。ちょっとそこどいてや。
おお、オバタリアンの恐怖。横入りかよ。これは注意したろ。おい、おばはん。横入りすんなよ。あんた、まだちゃんと並んでなかったやないの。いやいや、おばはん、目ついとんのかい。並んどったで、ここに立っとったわ。目はあんたより3個多くついとるわ。そのヒョウの？あんたこそ見えなかったやないの。ぐぬぬぬ、このババアめ。ちょ、他のお客さんに迷惑かかるからよそでやってもらっていいか。ほら、あんたのせいで怒られてもうたやん。ああ、恥ずかしいわ。踊れが横入りしたらやからやりやりや。おお、怖っ。このおばあん、どないしたろか。手でどかす、順番を譲る。ちょっと手でどかしたろか、腹立つから。言葉で言っても無駄や、手でどかすか。いや、何すんの？いや、横入りしといて動かんから。時間や。この人は私のこと触ってきたで。誰が触るかいな。うん、そう。痴漢って誰が触るかい。誰が、ここに痴漢おるで。超やめてくれや。まあまあ、痴漢って何？指ささない。ヒロ君はああなっちゃダメよ。おい、ちゃうって。ヒロ君違うで。く、ようやってくれたの。あ、あれ？おい、おい、ちょ、待てや。お客さんやめとき。さっきの人、ここら辺じゃ有名なオバタリアンやで。オバタリアン？何やねん、それ。まあ、最強のおばさんってことや。あんまり関わらない方がええかもな。最強のおばさんやと？はん、所詮おばはんやろ。関西のおばさん舐めてると痛い目見るで。オバタリアンか。次やったら覚えとけや。またありそうだな。もう、またうろついてみよう。ん？ああ、痴漢、ここに痴漢おるで。このクソアマ、誰が痴漢や。あの兄ちゃんもオバタリアンの洗礼を受けとるな。お？このババア、いてまぞ。あれはまずいな。調子に乗っとるんやないで、ババア。国道舐めると、こうなるんや。え？なんやお前。眼帯の兄ちゃん。いくら相手がムカつくオーバーハンでも、肩着に手出すのはあかんねん。兄ちゃんの気持ちようわかるわ。わしも痴漢呼ばわりされたしの。でもな、悪いことは言わん。手を引け。このオーバーハン、兄ちゃんには手に負えへんで。なんやと。急に出てきてごちゃごちゃ言いやがって、こっちはイライラしとんのじゃ。もうええ、代わりにお前ぶっ殺すわ。ゴロつき。大西。あんた、ただものやないな。雑魚に褒められても嬉しないわ。さっさと消えろや。簡単の兄ちゃん、あんたやるやないの。ふん。結果的にあんたを助けることになっちまった。借家は。あれま、よく見るとええ男やんな。若い頃の旦那にそっくりやわ。胸が高鳴るわ。いや、やめや。おぞましい。急に女見せんなや。俺、慕ってもええで。またどうせアメちゃんやろ。もういらんて。いや、もっと甘々やで。ん？好きすー。化け物。うおー、なんて力や。うわー、あかん。うわー。う恥ずかしがらんでもええって、私も久々やで。暑いね、二人。いいよ。やめてや、店主。店主が最初に言った通りや、オバタリアンには関わらん方がええ。この世で一番強いのは国道でも格闘家でもない、関西のおばちゃんや。
これで終わりか。なるほど。よかった、やっといて、このサブストーリーは。あとは？こんなもんかな。あとパンツ、なんかパンツのやついたよな。あれどうだ？あそこか。あそこは。あ、これか。これなんだっけ？こいつ。ああ、テレカか、テレカか。テレカのやつか。はいはいはい。ないないない。あ、ここか、パンツのやつ。ええ、ボンタンやな。あ？そのボンタンもわしがもろとくわ。俺に言うとるか？お前よう見ろや。ボンタンちゃうで。これタキシードっちゅうや。わけわからんこと言うとらんで、さっさと脱いでけや。こいつが例のボンタン狩りか、ほんまにランドセル背負っとるわ。確かに異様やな。脱がん言うんやったらわしが手伝ったらで。くふふ、素直に脱がれるより、そっちの方がずっと楽しめるしの。なんや話が通じる気がせえへんで。ほんなら行くで。気持ちを下半身吐いてるわ。どういうことなんだろうね。ポンタン狩りの男。まあまあ強いのかこれ。そうでもねえか。まあそうでもねえ。あと一発かな。なんやとはこのわしが来ない通りすがりに、案外やるもんやないけ。せやけどその格好一体何の真似や。あ、リュウジ君や、やられとるで。ほんまや。ん？すんません。もう勘弁したってください。お願いです。許したってください。リュウジ君は僕らのためにこないなことを。は？たく今度は何や。ふん。よう寝とるわ。しかしこいつ、このがたいでほんまに小学生なんか。本当に小学生っていう設定なんだ。本当に小学生なんだ。リュウジ君は僕らのクラスメイトなんですわ。昔からこんな感じやんな。ランドセル似合ってたことなんか一度もなかったな。そりゃともかく小6のガキが高校生の不良相手にボンタン狩りかいな。やられた方もええ恥さらしや。せやけど、ボンタン狩りがお前らのためってさっき言ってたな。どういうこっちゃ。多分、リュウジ君は僕らの仇取ってくれてるんです。蒼天北、北高の不良相手に。あいつら小学生からカツアゲしまくって、ほんまダニみたいな奴らなんです。おまけに大人に言うなって口止めまでして。それでそこのリュウジ君がお前らのために立ち上がったっちゅうわけか。せやけど、僕らにはリュウジ君に仇を打ってもらう資格なんか全然ないんです。どういうことや。僕らリュウジ君のことずっとシカトしてて、なのに僕らなんかのためにこんな真似。お前らなんでこいつのことシカトするんや。確かに異様なやつやけど。リュウジ君のおとんヤクザやから。ヤクザか。なるほどな。小さい頃は僕らみんな仲良しとったんや。でもリュウジ君のおとんがヤクザって分かってから、リュウジ君と遊んだらあかんって親が言うねん。今リュウジ君学校で一人きりや。先生までなんちゅうか、リュウジ君には遠慮しいやし。ヤクザの息子なんかこの辺りやったら他にもおるやろ。そない珍しいもんなんか。リュウジ君のおとんはそこらのヤクザとちゃう。近江連合ちゅうとこのごっついおもなんや。せやからみんな怖がって。なるほど。そうやったんか。僕らはこないに避けとるのに、リュウジ君は僕らの仇打ってくれてるんや。僕らほんま情けないわ。いらんこと言うなよ。リュウジ君、気ぃついたんか。
わしはお前らの敵討ちなんぞでこない真似しとるんとちゃう。え？わしは蒼天北のアホどもが生きっとるんが気に食わんだけや。ふふ、嘘や。龍二君、女子がカツアゲされた、聞いたとき、顔真っ赤にして怒っとったやろ。僕見たで。やかましいボケ。ちゃ言うとるやろが。龍二君ごめんな。僕らもう仕方なんかせえへん。今までのこと許したって。ちゃう言うとるのに。わしはな、ほんまに蒼天北のアホどもが気に食わんのや。ふん、高校生言うたかて、全然歯応えないわ。せやけど、固めのおっちゃん、我何もんや。このわしが子供扱いやったやないか。子供扱いってアホ。お前見た目以外は正真正銘の子供やないか。せやけどおっちゃん、うちの親父と同じくらい強かったで。ほんまに高校生かいな。まだそんなこと言うてるんか。俺のは凡退やない言うたろやろが。そんなんどうでもええ。わしは親父を超える男になる決めたんや。通りすがりに負けてええわけない。そんなん知らんがな。おっちゃんの顔覚えたで。今度会うときは絶対そのボンタン買ったる。もう他のボンタンはどうでもええ。わしはもうおっちゃんの下半身丸出しにせな、収まらんのや。アホ。人聞き悪いことで大声で叫ぶなや。ふん、何にしろ俺はガキの遊びに付き合う気はないんでな。そしたら俺はもう行くで。あとは大丈夫やな。リュウジ君のことは僕らがちゃんと面倒見ます。あ、そや。これ、リュウジ君が持ってたボンタンどないしよう。捨てとけや、そんなもん。それ履いとったやつ、ろくなやつやない、ねねね。おっちゃん、これ返してきてもらえへん？僕ら行ったら持ち主に殴られるかもしれんし。しゃあないな。気が向いたら返しといたるわ。ほんま、お気に。おもろいガキもおるもんやな。しゃあない、こいつらのためや。持ち主にボンタン返しに行ったるか。リュウジ君ね。待て待て待て。あ、アンさんはこの前の、せや、リュウジにボンタン狩られたやつがおったんやった。ついでや、リュウジがもっと買っとったボンタン返しといたるか。おお、これ、ほんまに俺のボンタンですわ。おきに。あいつ、マグタコ付近にいましたか。ちなみに、俺もボンタン狩りに会うたで、そいつ、それは、そいつからお前に返すように言われて預かったんや。え？なんでボンタンも履いとらんのに、アンさんがボンタン狩りに会うたんですか。そんなんどうでもええやろ。そしたら俺はもう行くで。おきに、さて、じゃあ俺はこれから仲間集めて、あいつをボコに行ってきますわ。このまま引き下がれるわけないでしょう。町中の悪い仲間を総動員してかかれば、さすがにひとたまりもないはずや。あのタコスケ、ぶっ殺してやりますわ。ほな。おい。お、おい。まだ続くか。あのガキ、やばいやないか。町中の悪が総掛かりで行ったら、なんぼあいつかて、半殺しや。車内マクタコ付近に行ったるか。ここだね。ボンタン狩りのガキがおるんはここやったな。けどもう手遅れかもしれん。なんやこれは。どういうこっちゃ。勝っちゃって。まさかお前一人でこいつらを。ふん。この程度の相手何人群れてこようか同じことや。ああ、無駄な汗かいたわ。ほなわし帰るわ。算数ドリルの宿題やらんとな。おい。お前の名前は。ゴーダリュウジや。ゴーダリュウジね。あのね。化け物や、あいつは。ほんまの化け物や。ひひ。ほんま末恐ろしいガキやで、いつかまた会うことになるかもしれんな。ゴーダリュウジ。ああ、リュウと呼ばれそうな男。あ、職務質問じゃん。あ、キリュウさん、ご無沙汰してます。菊池じゃないか。あれから警官の仕事はうまくいってるのか。ええ、キリュウさんのおかげで職務質問以外の業務も最近頑張れるようになりました。そうか、それはよかったな。ええ、でもずっと職務質問しかしてなかったせいで、どうにも腕っぷしだけは弱いままで失敗ばかりなんですよね。警官たるものもっと強くないといけないんですが、確かに、喧嘩の仲裁やら力ずくで犯人を捕らえないといけない場合もあるだろうしな。ええ、そうなんです。どこかで体を鍛えられればいいんですが、そんな都合のいい機会なかなかなくて、
体を鍛える機械か。そうだ、うちの会社でガードマンを募集してるんだが、手伝ってみないか。確かにそれなら仕事をしつつ体力もつきそうですけど、副業になってしまうし。そうだな、じゃあ給料は出さんけど、代わりにお前の働きに応じて飯代をおごってやるっていうのはどうだろう。それはそれでどうでしょう。限りなく黒に近いグレーな気もしますが。まあね。でもまあ、キキリュウさんにお世話になりましたからね、その仕事を手伝わせてください。マネアイランドね。ガードマンね。もっと強くなって先輩みたいな警察官になってみせるであります。マネアイランド。まあ、もう一回入ってみよう。おはがきドルチェどうなってる？ちょっと社長、何ですかこれ。あはは、スイか。買ってた買ってた。あはは、スイ？この水を飲むと血液がとてもサラサラになるんだ。お肌もツヤツヤになるし、この水で料理をすると最高に美味しいらしいぞ。お前もどうだ？ 150 万円で買わないか？友達に紹介すると自分にも儲けがあるみたいだし、すごくお得な水なんだぞ。もう、それってネズミ講じゃないですか。え？ネズミ講？ネズミさん方式に購買者を増やす違法な商売ですよ。何騙されてるんですか？俺はただ、アハハすよ。アハハじゃないですよ。こちら、トホホですよ。もう無駄遣いして。まったく、この変な水は捨てておきますからね。あ、おい、そんな。騙された。それで終わりか。イメージビデオ入荷。水木奈さんのイメージビデオが入荷しました。こんなもんか。あ、見る。ちょっと待って。来てる？始まった。ご機嫌いかがでしょう？タイム。司会のドルチェカミアル。さて、早速ですが、視聴者からのお便りを紹介するこのコーナー。ドルチェ。俺のラジオネーム、ジャッジメントカズ君のハガキは読まれるだろうか。今回のお便りを、お、来た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 。どうも、ドルチェ神谷さん。どうも。いつもラジオ楽しみにしています。ありがとう。先日、自動販売機で売っている本を欲しがっている子供がいました。自販機の本というと、ああ、なるほど、あれね。その子供曰く、母親に自販機の本のことを尋ねたらすごく怒られたのだそうです。教育的にどうするのが正解なんでしょうね。大人に対して絶望しているその子供のために、俺が代わりに本を買ってやることにしました。ちょっと、ジャッジメントカズ君さん。やはりこういうのは大人になっても少しドキドキしますね。さっきの問題発言が気になるんですけど、PS、ドルチェ神谷さんのドルチェって一体どういう意味ですか？いやー、ジャッジメントカズ君さん、何をやってるんでしょうね。お子さんの将来が気になります。ちなみに僕の名前のドルチェってのはイタリア語で甘いって意味です。脈略がなさすぎるよ、ジャッジメントカズ君さん。あ、ジャッジメントカズ君さんにはハガキが読まれたの今回で2回目なんですね。3回採用されますと100万円相当の豪華商品プレゼントですからね。頑張ってください。あ、もう時間？残念。そろそろお時間のようですね。それでは皆様次回もぜひ聞いてくださいね。Goodbye! See you next time! またハガキが読まれた。よっしゃ！読まれたぜ！社長？何ですか？いきなり大声出して。ああ、いや、何でもない。もう一回読まれると終わりなのかな？これ、ハガキ職人。まあ一応書いとくか。現在ラジオでの俺のネタが2回読まれている。100万円の豪華商品まであと1回。気合い入れていくぜ。よし、今回はどんなネタを書こうか。どうしようかな。肝心のネタはどうしようかな。ドルチェ神谷に採用してもらえそうなネタか。袋のネズミもさっきのやつね。アラクレクエストどうなんだろうな。キリはプロデューサー？袋のネズミにしようかな。これにしてみようか。
よし、ネズミ子の女に捕まった話を書こう。スラ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 。スラ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 。よし。おい。なあ、マリナ。後でこのハガキ、ポストに入れておいてくれないか？いいですけど、いつも誰にハガキ出してるんですか？内緒だ。社長もそういうお年頃なんですかね。なんだそれは。いいから絶対に内容を見ないでくれよ。はいはい。俺のハガキ採用されるといいな。また今度ドルチェカミアンのラジオを聞いてみよう。オッケー。じゃあこんなもんですね。他あるかな、キリュウさん。他なんかあります？これサブストーリー。じゃあ、こいつなんだ。これなんだ。これもなんかサブストーリーじゃねえか、もしかして。リーロン。あ、あなたはモンモンの剣で教わりになった男ね。ああ、あんたは合言葉を教えてくれた。確かリーロンだったか。そうよ。私、リーロン。あなたのことを探してたね。む？なぜだ。厄介事はごめんだぜ。あなたものすごく使える人間ね。私、あなたのことぜひ仲間に欲しいよ。合言葉の件では世話になったが、悪いな。俺はあんたの仲間になる気は。はあ、そう言うと思ってたよ。でも私は諦めないね。あなたと仲良くしてれば、いつかあなた心変わりするかも。それまで私あなたの手伝いするね。確かに裏の世界に詳しそうなあんたが手伝ってくれれば、いろいろ助かりそうだが。うん、そうよ。じゃあ決まりね。精一杯働くよ。これマネーアイランドのやつか。なるほど。ガードマンね。うまくいったね。内部に潜り込めれば、あとは簡単。いつか絶対この男私のものにするよ。おい、聞こえてるぞ。まあいい、よろしくな。ちょっとカラオケスナック行ってみよう。キリュウさん、歌ってねえな、そういえば最近。キリュウさん、歌ってないよね。一発行っとこうか。いらっしゃいませ。カラオケスナックヒロインにようこそ。お食事されますか？お食事はいいです。カラオケ歌いましょう。一曲1000円だ。歌っていくか。一発かましとこう。何があんの曲は。さて、どうするか。歌う。ほう、結構あるね。ああ、ジャッジメント審判とバカみたい歌ったんだ。歌ったっけ覚えてねえな。バツサンシャイン。刹那の人魚姫。ハートブレイクマーメイド。ルージュオブラブ。どうすかな、まあ、順番に言っとくか、じゃ。イケイケだ、あの手。本気でやるわ。ミスれ。ミスれな、これ。夢中になってちょっと喋んないですね、あんまりむずっ。君がサンシャインってはっきり言うのやめて終わっちゃうから。笑っちゃうよな、キリュウさん、その前の手。サンシャインっていうのやめて、ほんとに。割とでも、ミスなくやれたんじゃねえか？どうなの？割といいよね。カラオケを。だよね、割とよかったよね。おめえ誰だよ。
これ、安倍のみくちゃんか。ありがとうございました。あ、安倍のみくっていうセクシー女優さんですね。やっぱそうですよね。詳しい。まあ、それはいいんです。ちょっと待って、これ。他も生きてえな、じゃあ。どうせなら。多分もうここで歌っとかないと歌わねえと思うんだよな。となるとちょっと他の合いの手も行きたいね。どうせなら。ちょっと曲を聴きましょう。ちょっと真剣にやるから。刹那の人魚姫、ハートブレイクマーメイド。聴いてください。しまおうしてやめて。あ、バット、くそ。もしもーしてやめて。邪魔だないのて。はいのて邪魔や。割とこれも言ったんじゃない？ああ、あれ意外とダメだ。ああ、そう。バットが割とあったのか。うん、ちょっとこれもう一曲全部やっとこう。歌う方、これ合いの手なの？これ歌う方できないの？回想するってなんだよ。なんで、ルージオブラブね。イケイケで愛の手ね。長押しからね。うるせえな。ザイってやめてもこうしやすい。
結構いいんじゃないこれ。あれミスったかな、ミスったか。おお、いいね。ああ、一回ミスっただけか。ほぼグレート。オーケー。いや、もういいです、もういいです、もういい、もういいです、もういいです。歌っていくじゃないからね、そもそも。合いの手だから、これ。お？100% 当たる占い師？ん？そうなのよ、その占い師。未来が完全に見えるらしいの。だから 100% 当たるんだって。まさかそんな、でもそこまで言うなら、ちょっと占ってもらいたいかも。どこにいるのその占い師。場所を転々としているみたいなんだけど、チャンピオン街の外れで見た人がいるって話よ。でも、見てもらうのに100万円かかるんだって。100万、そんなの払えるわけないし。なんか嘘くさいな。でも、実際に占ってもらった人もいるらしいよ。怪しく光る水晶玉を持っているらしいから、それが目印みたいだけど。そんな人いるかな？今度チャンピオン街近くに行ってみようかな。怪しい水晶玉を持った 100% 当たる占い師か。まあ俺には関係ない話だな。もう行くしかないでしょう、じゃあ。チャンピオン街。あそこのびっくりマークのところでしょ、間違いなく。ここでしょ。思いっきりいたわ、これ。あんた、ちょっと待ちな。俺か？占いか。興味がないな。すまんが、俺は占いには興味がない。声をかけるなら他のやつにするんだな。別にあんたを占いたいわけじゃないよ。ちょっと私の身を守ってほしいだけさ。あんたを守る？どういうことだ？見たところ別に危険な状態でもなさそうだが。これから危険な状態になるのさ。占いに出てるんだよ。私はこの後襲われるらしい。襲われるだと？ああ、以前占った客が私を探しているようでね。逆恨みで襲うつもりみたいだね。水晶玉にはっきりと出ているよ。そんなバカな。占いなんて当たるはずがないだろう。まあ普通はね。だけど私は未来が見える占い師なんでね、100% 当たるんだよね、これが。100% 当たる占い師。そういえば前に噂で聞いた気がする。ついさっき聞いたよ。あれが、こいつか？ほら何ぼーっとしてるんだよ。もうすぐ私を襲う男がやってくるはずだよ。礼はするからちゃんと守っておくれよ。バーバー、ようやく見つけたぞ。ほらね、来ただろう。本当だな。100万も払ったのにわけのわからないことばかり言いやがって。お前が女に余計なこと言ったせいで逃げられちまったじゃねえか。私は見えたものを教えただけだけどね。あんたが将来家をなくしてゴミ箱を漁っている未来が見えたんだよ。ひっ、ひっ、ひっ。バカか。ビールを買いまくってこの先もこの調子で儲け続ける俺がゴミ箱を漁るわけがないだろうが。ふざけやがって。ぶっ殺してやるぞ。ほら、頼んだよ。ちゃんと礼はしてくれるんだろうな。ああ、もちろんだよ。ひっ、ひっ、ひっ。その辺にしておけ。老人に手を出すようじゃ女に振られるのも当然だぜ。なんだお前はバーバーの手下か。ならてめえから先にぶっ倒させてもらうぜ。立ちの悪い男。川上、川上。ちくしょう。とっとと消えろ。ひっひっひっ、おかげで助かったよ。しかしまさか本当に予言した通りの展開になるとはな。だから言っただろう。私は未来が見える占い師なんだって。信じる気になったかね？いや、
俺は占いとか信じない主義だからな。お堅い男だね。まあいい。さてと、じゃあ助けてくれた俺に、あんたの未来を占ってやるよ。俺の未来を？ああ、本来だったら100万円もらってるところなんだが、無料にしてあげるよ。ありがたく思うんだよ。占いには興味がないが、少し気になるな。せっかくだから試しに占ってもらおうか。うん。面白そうだな。試しに占ってもらおうか。あんた占うのは楽しそうだ。さあ、始めようかね。まずは手を見せてごらんよ。え？水晶占いじゃないのか。いいからさ、早く。手遅れになる前に。うむ。どれどれ。やっぱりいい手してるね。こんな手で抱かれたいわ。おい、ばあさん。それは占いと関係あるのか。うるさいね。私は手フェチなんだよ。無料で見てやるんだからこれくらい楽しませとくれ。まったく、こっちも暇じゃないんだ。さっさと占ってくれ。仕方ないね。さあ、あんたは何を知りたいんだい？将来、家族、仕事。まあ、将来。そうだな。じゃあ、将来についてだ。俺の10年後について占ってもらおうか。10年後だね。どうだ？見えます、見えます。ここで身代わりに。大変だね。最後はミレニアム。ミレニアム。見えたよ。あんたほとんど堀の中にいるね。塀の中。やはりそうか。おや、冷静じゃないか。まあ予想していなかったわけじゃないからな。ちなみに15年後も塀の中にいるみたいだよ。え、まだ結構長いんだな。俺は一体何をしたんだ。あまり具体的なことを教えすぎちゃうと人生つまらないからね。じゃあ一つヒントになるクイズを出してやろう。もしも親友が窮地に立たされていたとして、その親友の身代わりをできるのはあんた一人だけだったとしよう。そんな時、あんたはどうすると思う？親友の身代わりになれるのは自分だけか。俺はもちろん、親友の身代わりになる。まあもちろんなるでしょうね。助けられるのは俺だけなんだろ？当然親友の身代わりにでも何でもなってやるさ。そうだね。あんたはきっと親友を助けちまうだろうね。それが塀の中に行くことと何か関係あるのか？それは未来のお楽しみだよ。でも安心したよ。親友選ばなかったら色々と台無しになるところなんだ。台無しだと？どういうことだ？占いは信じないんじゃなかったのかい？親友、錦のことか。さあ、将来のことはこのくらいにしておこうかね。家族について。そうだな。家族について教えてもらおうか。あんたの家族だね。見えます、見えます。実の父親が。なるほどね。罪滅ぼしのために。罪滅ぼし？沖縄でレスラー。沖縄でレスラー？見えたよ。あんたの場合ちょっと複雑そうだね。そうなのか。もっと詳しく教えてくれ。とりあえず子供と一緒にいるね。子供だと？俺が子供と一緒にいるのか。ああ、あんたによく懐いているよ。それは俺の子なのか。おい。黙るな。うるさいね。いろいろと複雑なんだって言っただろう。あんたのことを言えばあんたの子な気もするし、違うと言えばまあ違うかもしれないよ。複雑だな。気になるようだね。じゃあ一つヒントになるクイズを出してやろう。
あんたの愛する子供に値段をつけられるとしていくらだい？子供に値段がついているだと。金じゃ買えないよ。子供だろうが人に値段をつけることなんてできるわけがないだろう。そうだね。確かに人に値段なんてつけるものじゃないね。でもね、100億か。がっかりだよ。100億だったな。そういえば。人に値段がつかないことなんて誰にだって分かってることなんだよ。そんなこと偉そうに言うんじゃないよ。もうほんとがっかりだよ。う、なんかすまん。この際言っておくけどね、あんた子供8人育てるからね。8人だと？大家族じゃないか。嘘だろ。いいダディになるかもね。ダディって何なんだ一体。お前ふざけてるだろ。私は見えたものを言っただけ。そのうちわかるさ。しかしそんなに熱くなっちゃって占いを信じないんじゃなかったのかい？ち。俺が8人の子供を育てる。そんなバカな。俺はどうなってしまうんだ。15年塀の中にいて、仕事について。じゃあ仕事について教えてもらおうか。仕事についてだね。お安いご用だよ。見えます、見えます。大変だね。おやおや、ここは福岡かい？福岡だと。コンサートを抜けて、コンサートを抜ける？ハンドルを握っていたね。俺がハンドルを握る。もしかして組織の幹部でも送っているとかか？おや、心当たりでもあるのかい？じゃあ聞くけど、あんたが将来やっている仕事は何だと思う？俺がやっているのは、側近運転手総理大臣。側近。組織のトップを乗せているんだから、俺も出世してお偉いさんの側近にでもなっているのかもしれないな。側近だな。は？いや、だから組織の幹部の側近として護衛で運転をしていたんだろう。組長みたいな人を後ろに乗せていたけれど、側近という感じではなかったね。え？そんなバカな。側近じゃないならなんで運転なんかしているんだ。私が見えた未来だと、タクシーか。あんた帽子を深く被ってて、車に貸し切りって文字があったけどね。車に貸し切りの文字、タクシーか。タクシーなんか俺が運転するわけないだろ。適当なことを言うのもいい加減にしろ。確かに見えたんだけどね。しかもドライブテクニックも相当なものみたいだよ。もう訳がわからん。占いは信じないんじゃなかったのかい？ち。適当なばっかことばっかり言いやがって。こんな占いが当たるはずない。きっとインチキだ。きっと。いろいろと言われたな。俺は将来どうなってしまうんだ。疲れたのかい？まあ私は見えたものを言っているだけだからね。悪く思わないでくれよ。悪くなんか思わないさ。もともと占いなんて信じちゃいないからな。そうでなくても俺が福岡でタクシーの運転手になったり、子供に囲まれて生活するなんて信じられるわけがないだろう。まあそうだろうね。信じるも信じないもあんた次第だよ。まあいい暇ぶしって言おうとした。暇つぶしにはなった。じゃあな。達者でな。そうだ。最後におまけでもう一つだけ占って教えてあげよう。今日これからあんたは若い男に声をかけられるはずだ。その男は将来あんたと深く関わることになるよ。ふ、また適当なことを。さっきも言っただろう。占いなんて信じないと。最後まで意地を張る男だね。まあだからこそ伝説の男になれるのかもしれないけどね。伝説の男。こっちの話さ。じゃあね。将来私の占いの偉大さを痛感するといいさ。そうさせてもらう。じゃあな。結構長かったな、これ。まったく、占いってのも適当なもんだな。あ、リュウジか。なるほど。おっと、兄ちゃん気ぃつけや。ああ、すまないな。リュウジ。修学旅行中から来てみたが、これがカムロ町か、ギラギラした街やの。
うん、何なんだあいつは。声をかけられた男と将来深く関わることになる、あの男と俺が、まさかな。結構こなしたな、サブストーリー。はい、そんな感じで、このぐらいで止めよう。そんな感じでね、サブストーリー何個かいくつかこなしましたけど、ここで辺でやめときたいと思います。OK、 今やった。了解。ちょっと黙っててくれ。このぐらいでやめときたいと思います。次回進んでいきましょう、ストーリーを。ありがとうございました。ではまた。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。